こんにちは。今回はですね、また、ヨダツバさんのお話をしたいと思います。ヨ田ツバさんね、トレードのスクールを始めた時に、まあ私入塾していろいろ音を教わったんですけども、結局トレードもコツコツですよっていうふうに言われてましたね。で、なんだよ、投資までコツコツかよって思うでしょうけども、そうなんですと。一番コツコツが、それが投資ですとか言ってましたね。で、一日一日を積み上げて、まさにそれが資産となっていく。まあそういうふうに作っていくものじゃないかなっていうふうに言われていて、 うん私も考えを改めてねただその塾を売る時っていうのは30万40万なんて一発のトレードで稼ぎますよとか言われてたんですよで入塾してみたらコツコツっていうねまさにその通りなんですよでも私思うのはねやっぱりそういうふうにまあ一目一目見た時一目聞いた時は美味しい話だなと思って気を引きつけてもらわないとそのトレードスクールにかけてみようって思わなかったのも事実なんですよ トレードスクールはコツコツですよと地道でつまんないですよと結果がいつ出るか分かりませんよっていう風なそなシリーズをやられてもね それは見なかったでしょうねやっぱり夢のように人生が変わるっていう風な希望でモチベーションが上がってきてあこのトレーダースクールに入塾したらそのチャンスがつかめるかもしれないと多少苦労するかもしれないけどできるんじゃないかなっていう風に思ったところでセールスがバカンとくるから買うわけですよね。で入ってみたらコツコツだよって言われてもさすがにねおかしいじゃないかっていうようなことではなくてわきまえてますからねやっぱりねやっぱそうだよねって妙な納得感がそこにあるわけなんですよ。 うん、だからねやっぱりあの「千里の道も一歩」っていう言葉を何回も何回も与沢坪さんも繰り返し言われてましたけども私も今でもねやっぱりそう思いますね千里の道も一歩その代わり1万本の動画だって今日1本作れば確実に1本終わるわけなんで確実に近づくんですよね動画を1本作ってじゃああと1万1本ねってことで交代することはないわけですよだからそれがものすごく現実味を帯びて私のやるこ等にね、えー、本当に一歩一歩と近づくものを感じさせるかなってとことですよね うん、ソクラテスもなんかね面白いこと言いますね言ってらっしゃい